まあ、自称ではなんだっけ、YouTube で自分も見て、電話がかかってきた状況を見ると非常に恥ずかしいんですけど、メディアに出るというのは本当にいろんなですね、いい経験をさせてもらいましたね。はい。まあ、それが具体的にどうのこうとは出てこないんですけど、ただ、まあ、ちょっと普通もらわなければ、賞をもらわなければ、そういう経験ができなかったのを、まあ、いろいろ経験させてもらったっていうのは、自分にとっては、まあ、何かのあれになるのかなとは思ってますけどね。うん、はい。ボールペンと色鉛筆のスタイルになる前にはミキストメディアといって板を貼ったり写真を貼ったり、まあ、ちょっとペンキを流したりとか、いろんなその何だろう、全く今のスタイルとは違うスタイルをやってたんですよね。 それはアメリカの作家でヨセフ・コーネルっていうオランダ系の作家がいるんですけど、その人がボックスの中にいろんなものを入れて何だろう、それをアートにしたのを見て衝撃を受けたんですよね。40代の終わり頃かな。それをずっと10年間ぐらいやってて、それで、まあ、東京の上野美術館、上野の、なんだろう、その美術館で接収展があったんですよね。2002年かな。それを、接収展っていうのは、水墨画なんですけど、そのミクスメディアやってる頃に、その接収のを見て、まあ、筆で書くっていう、もし、なんだろう、書くっていうことの凄さに改めて感動して、じゃあ、筆じゃできないんで、まあ、身近にあるそのボールペンで始めたのが機会ですね。はい。そうですね。まあ、とにかく賞金がいいから、まあ、出した方が絶対いいと思いますけど、他に、なんだろうな。まあ、絵画の人に見てもらうっていうのは、まあ、これ絶対ですよね。それはまあとにかく出す、自分も出すのに一番の元になったのは海外の審査員に見てもらうっていうのが一番でしたから、まあ、そこが一番のことですよね。それは本当に本当に思います。